アシナさんの話しよう。アシナさんね。え、実家行ったんやろお前。実家行ったらマジでおもろい。ワンパンで崩れる家。マジで。マジでワンパン。ガチやで。誰もワンパンせえへんだけ気使って。やり次第崩れる家やねんけど。でな、俺、あ、なんか実家っぽいとこやなと思ってんけど、アシナさん俺一人暮らしと思ってて。あ、なんかそのまあ親のなんか家賃安いから住んでるとかめそんな感じかなと思って、深夜3時ぐらいにまあお酒とか飲んで家に帰って入ってね、入ってこのドアと同じスピードでなんかその右手にあるトイレのドアパーンと開いて、意味わかる？ガチャって開けるやん、玄関のドアな、ガチャって開ける。でお前トイレのドアやって。俺トイレのドアやん。そっち向いてこっち、そうガチャこうとかでいいやん。なんでお前がこう。分かってへんか。分かってへんか。それやれって言われても無理だから、こう。あ、俺がこうって。そう。ああで、アシナさんになんか、アシナさんね、アホみたいにでっかいカバン持ってるから、キャリーバッグに服パンパンに詰めた。それをね、毎日打って歩いてるんですけど、打って歩く方なんですけど、ちょっと今度ごちゃごちゃ、ちょっとこれ鍵開けて。鍵もなんかその、ま、祭りとかのトイレみたいなのなんか、なんか棒に下げてこういう、こういう、あとちょっとちょってなって、そうワンパンで開くようなそこにね、で鍵開けて入ってたワンパンで開くなと思ってけど、早く開けてくれ、これやらなあかんねんけど、ガチャガチャってしてパーって開けて、ほんなら妖精みたいな人出てきてここからへーってなって、俺言ったよ、へー一人暮らしは思ってるから、妖精がこうだって開けた瞬間に妖精をトイストーリーみたいな感じで、多分なんかそのおらん間はわーって遊び回ってたのに、その逃げ遅れてちょっと動いちゃったからみたいなとかも考えたりしまして、へーどうしたのって言って、あ、すいません、あ、なんだただいまって言った、この妖精に、ほんまこの妖精97歳のおじいちゃん97歳のおじいさんと2人暮らしの実家呼ぶとき言わなびっくりするから。でもね、そのおじいちゃんも俺がダーとか言っても、はいはいみたいな感じでリビング戻っていくよ。夜中3時に起きた、それとも起きる時間、おじいちゃんやから。ほんでもうそれだけじゃないで、あ、おじいちゃんどっか行ったとかパッて見たら、ここに冷蔵庫、玄関に冷蔵庫殺すぞあります玄関に冷蔵庫置く家、靴冷やしてんのごめん、熱くなっちゃった。あの、でっかい台風来たやんか、19号。ああ、でも飛んでいったんじゃん。家と梨田さんが、俺もう家なくなるんだよって言ってた。そう、自覚あるんよ。帰れないんだって。もうおじいちゃんは諦める。ちょっとまだちょっとまだ話していい、うん、トイレ妖精が出てきたトイレ、妖精が出てきたトイレ、僕もね使う時が来まして、うん、でもこれね、人んちでトイレする時、あの座ってするのよ、おしっこ、うん、飛び散ったら怖いよ、うん、これ座ってんけど、多分よ、これは予想、うん、そう、和式に無理やりなんか洋式にしたみたいな形やから、昔多分和式やったんよ。でそのなんか洋式上からドーンって乗せたから、その幅の感覚とか考えてないから閉まらへんの。あれ？ここね、便器座って、あれ？こう、マジ？これマジ？まあきついわと思って、まあおしっこするときシャーってしてパッと見たら、ここにカレンダー貼ってあって、カレンダー扉にね。もうね、俺ほんまに泣いてまうか思ってんの。その命日の予定4つぐらい書いてる。死ぬ日決めてんの？いや違うねんって、おじいちゃん友達もその、あ、そういうことね、亡くなる年やから、その友達の命日月4ぐらいあるんだよ。お前が命日の予定って言うから。いや違うねん、もうじゃあだから命日やから、なんかまあなんかしに行くんちゃう、知らんけど、おじいちゃんむちゃくちゃ切なかったあれ。で、あの、一昨日ぐらいにアシナさんに改めて新しい情報を得たんですけど、今喧嘩してんだよねって。